大谷翔平との死闘で眠れなかったアラエスが語る首位打者争いの本音。大谷翔平選手と首位打者争いを繰り広げたパドレスのルイス・アラエス選手がプレッシャーで眠れなかったと語りました。最終的にアラエス選手が打率314で首位打者をほぼ確定させました。みんなの反応。大谷選手とアラエス選手、シーズンお疲れ様でした。大谷選手はホームラン王、アラエス選手は首位打者と両者ともに素晴らしい成績を収めました。大谷選手が最後まで休まずに打席に立ち続けた姿には感動しました。日本人として三冠王を逃した悔しさもありますが、今季最後の試合まで怪我なく最高のシーズンを送ってほしいです。応援を続けます。アラエスは200安打を目指していて、連続首位打者&200安打はすごい。イチローさんの10年連続200安打の記録が改めてすごいと感じる。アラエスが手を痛めながらも試合に出場しているのに、大谷ファンの心ない言葉を浴びせていて見苦しかった。彼は休むと批判されるのを分かっていたんだろうね。異なるチームでの3年連続首位打者は本当に素晴らしい。アラエスが5打数3安打でも、大谷が5打数4安打で差を詰めてきて緊張感がありました。最終戦でアラエスが3打数1安打で200安打達成し、勝負が決まりました。大谷ファンですがすっきりしました。来年も楽しみです。怪我してるのに試合に出て200安打達成して首位打者ほぼ確定させたのはすごいね。ポストシーズンでドジャース対パドレスの熱い試合がまた見たいし、ダルビッシュ対大谷の対決も見てみたい。どっちかがワールドチャンピオンになってほしいな。ジャッジやアラエスというライバルがいて、お互いに意識し合い競い合うのは理想的な状況だよね。負けてたまるかって気持ちが結果に結びついて、これからも素晴らしいパフォーマンスを見せてくれると思う。まずはポストシーズンを勝ち抜いてワールドシリーズ進出を目指して、その後の来季には二刀流復活でピッチャーとしてのライバルたちとの戦いも楽しみだね。ルイス・アラエス選手の偉業はもっと称えられるべきだよね。今日は試合に出て3打数1安打で退いたけど、両リーグで3年連続首位打者を獲得してるし、2年連続でシーズン200安打も達成してるんだよ。2022年にはジャッジの三冠王を打率で阻止したこともあるんだ。大谷選手は何でもトップレベルだからファンも期待しちゃうけど、 MLB は世界最高のリーグで素晴らしい選手がたくさんいるんだ。アラエス選手も満身創痍でメンタルもきつかったみたいだけど、彼に負けたからって恥じることはないよ。9月に固め打ちをしたアラエスにとって、最後の10日間で急に迫ってきた大谷は脅威だったと思う。直接対決では良い当たりも候補され、焦りを感じていたかも。現代の MLB でスイングスピードやパワーが重視される中、アラエスのようなヒットメーカーがいるのも面白い。大谷選手の追い上げで大変なプレッシャーの中、最終戦で200安打達成し首位打者をキープしたのは本当に素晴らしいと思います。大谷が5050に到達する前は打率287で、首位打者争いには全く関係なかったんだよね。でもその後急激に打率が上がってアラエスの打率に迫ったんだ。だから死闘っていうのはちょっと違うかな。短期間で首位打者の地位を脅かされて、アラエスも不安で眠れなかったかもしれないけど、強いプレッシャーを感じたのは確かだね。いずれにせよ首位打者確定おめでとう。これでよく眠れるね。大谷選手の三冠王は見たかったけど、アイラス選手が勝ったのも素晴らしいよね。200本安打にシーズン293振ってすごいし、大谷選手の162三振と比べてもその凄さがわかる。首位打者にふさわしいと思うよ。大谷選手に勝てたのは素晴らしい。終盤は打率を意識していたようだ。相手チームも真剣に勝負し、監督も称賛されるべきだ。チームの順位が確定していて逆転の可能性が低い状況なら、日本ではまず出場しないだろう。アラエスが200安打にこだわっていたとしても、代打で途中出場してタイトルを狙う手もあったのに、スタメン出場したのはアラエスのプライドか MLB の文化か。ただ大谷の追い上げに対して最終戦で200安打と首位打者のタイトルをほぼ勝ち取ったアラエスもさすがだった。大谷翔平は三振が少なく打率も高い打者、連続無三振記録もすごい。首位打者争いも納得。過去にはアーロン・ジャッジの三冠王も阻止、ポストシーズンも期待してる。3年連続首位打者は本当にすごいことだよね。もっと称賛されるべきだと思う。ただジャッジ選手や大谷さんの三冠を阻止したことで悪役みたいに見られないといいんだけど。バイ。昔松井秀喜さんも日本で2冠確定してて首位打者争いで2位だったんだよね。1位の福留さんが最終戦を休んで批判されたことがあったんだって。でも
監督の指示に従っただけだったらしいよ。現代ベースボールで動く球に対応するコンタクトヒッターとして彼は最高の技術を持ってると思う。同時代にいるのが悔しいけど、ライバルがいるからこそ盛り上がる、悪役になりがちだけど、それが最高の褒め言葉だよね。大谷さんの9月の追い上げはすごかったね。得点圏打率が9割超えてて異常な数値だった。8月のスランプがなければ三冠王も取れたかも。でもアラエスさんも大谷さんも素晴らしい結果だよ。パドレスは2位でワイルドカードを決めてるし、優勝はドジャースに決まってるから、残りの試合は消化試合。だから主力選手を休ませてポストシーズンに備えるのは普通のこと。大谷翔平に首位打者や三冠王を取ってほしいからって、他のチームや選手を批判するのはリスペクトに欠ける行為だし、大谷翔平もそんなこと望んでないと思うよ。最終戦で大谷翔平と対戦し、首位打者のタイトルを狙う彼のバッティングスタイルはヒットを強く望んでいます。3年連続首位打者おめでとう。好敵手がいるから記録が輝くんだよね。この選手も3年連続首位打者だし、大谷翔平と比べると意見は分かれるけど、優れた打者なのは間違いない。手の怪我をして試合に出てるし、正々堂々としてる。まだ終わってないけど、おめでとうと言いたい。アラエスは技術に特化した個性的な選手で、スイング速度は MLB で最も遅い 63.1 マイルパーアワーだけど、芯で捉える能力が高くて速い打球を打てる。空振り率は 6.8%、三振率は 4.2% でどちらも MLB1 位、バレル率は 1.6% で長打を狙っていない。イチローに近い打者だけど、足が遅くて守備と肩は最低ランク。アラエス選手が3年連続で3チームで首位打者、200安打達成。大谷選手もリスペクトしてるよ。アラエスは三振が少なく200安打を目指す姿勢がイチローさんに似てるけど、走力と守備力が弱いから、キャリア後半のトニー・ブーインに近い感じだね。イチローとは違って、アラエスは足が速くないけど、バットコントロールでヒットを量産してるんだ。打撃技術はイチローよりもすごいかも。見てるのはトニー・ブーインだね。間を稼げるプレースタイルじゃないからか、小評価されがちだけど、強いチームにいると大きなバフがかかる。1番で打線が切れず、攻撃の着火点になる可能性が高い。パドレスが今年躍進した理由の一つはアラエスだと思うよ。今の MLB では OPS が重視されてて、首位打者は評価されにくいけど、アラエスの3年連続首位打者はすごい偉業だよ。大谷はアラエスとの差が大きくて打率で追いつけなかった。最近の2試合は少し調子が落ちたけど、それでも好調だった。打率を280台から310まで上げたのはすごい。今までは6月、7月に強かったけど、実は9月、10月の方がもっとすごいかも。プレーオフ圏内だったから気づかなかったけど、10月が楽しみ。ミスターオクトーバーへ。大谷、昨日は惜しいアウトが2つあって、ヒットなら2輪差だった。今日はリラックスして打席に立ってたけど、全打席ヒット狙いは難しいね。ロッキーズの先発も好投してたし。最後の試合でヒットを打って、3年連続の首位打者、本当におめでとうございます。毎年チームが変わる中でのタイトルは素晴らしいですね。アラエスがヒットを打てないとき、ネットやアベマは盛り上がっていましたが、私は複雑でした。大谷の三冠王も見たかったけど、アラエスの記録も見たかったので、これが一番良かったんです。三冠王の定義は変えられないけど、打点より OPS の方が価値があると思う人もいますよね。大谷さんは首位打者について気にしていないと言ってたけど、本当は今年が一番のチャンスだと思って意識してたんじゃないかな。アラエス選手、グッジョブ。でも、三冠王はそんなに簡単に取らせちゃダメだよ。MLB の歴史上の偉大な選手たちや現役選手のプライドを守らないとね。イチローの盗塁記録も注釈付きでしか塗り替えられなかったし、野手は守備も含めてに3時間試合に出るけど、指名打者はせいぜい30分くらいしか出ないから、身体の疲労度も全然違うんだよ。もちろん大谷翔平の走塁の意識と技術はすごいけどね。みんなの反応としては、大谷選手とアラエス選手の両者を称賛し、シーズンの努力を称える声が多いです。少数意見としては、大谷選手のファンがアラエス選手に対して心ない言葉を浴びせたことを批判する声もありました。当チャンネルの意見として、大谷選手とアラエス選手のシーズンを称賛いたします。大谷選手のホームラン王、アラエス選手の首位打者と200安打達成は素晴らしい成果です。両選手の努力と献身に感動し、来季も応援を続けます。